第1回目、リューバラカレー。第2回目、カツカレー。第3回目、チキンカレー。第4回目、スパイスカレー。そして、今宵の第5回目は、いやこのチャンネル投稿本数の割にカレー多すぎだろ。何これ、インド人が経営してるの？インドカレー屋で働いてる人は大体ネパール人なんだよ。このくだりもやったことあるから復習になってるけん。人間はすぐ忘れる生き物だからね。定期的にやって思い出さなきゃ。定期的すぎなんだってば。それで今回はどういうカレーなんですか？いつもと場所が違うようですけど。今回はちゃんとしたカレー屋さんの指導のもと、厨房でカレーを作っていくんだぜ。ちなみに種類はキーマカレーだ。あと3年くらいしたらインドカレー屋のメニューより種類多くなりそう。何何？店のカレーだから、この動画を見て真似しようと思っても真似できない？特殊な食材使ってそう？そもそもこの動画をレシピ代わりにしてる人はいない？社会貢献すらできない大人。安心してほしいんだぜ。スーパーで簡単に買えるし、ワンチャン冷蔵庫に入ってる可能性高しくんな食材だけで構築されてるからな。よかった。これなら小学生の自由研究の参考になる。自由研究に料理作る子供はほとんどいないと思うよ。自由研究って調べる系か工作でしょ。この動画を見てる小学生がいたら、たくさんの種類のカレーを作って味や難易度をレポートに記した自由研究やってみてほしい。ちょっと受け良さそうな提案すんな。まずは野菜を粗めのみじん切りにするぜ。あ、引っ張るタイプのみじん切り機だ。長沢くんの方もみじん切り。マリサの行動に涙が止まらない。玉ねぎ切ったから言動だよ。続いてニンニクと生姜もみじん切り。こいつらは小さいからみじん切り機の使用ができない。ほんと困った奴らだぜ。まあめんどくさい人はチューブでもいいんじゃないかな。さあ、厨房だから、中華鍋を使うぜー。すげえ、なんかガス感あるし、これどうやって火つけたと思う？え、スイッチ入れるんじゃないの？ガスを出して着火マンで着火させるんだぜ。なんか二度手間な気がするけどロマンあるから別にいいか。油を入れて温めたら、生姜とニンニクを炒めて香り付け。なんだか本格的だ。ちなみに普通のフライパンでも大丈夫だから、安心してほしいんだぜ。これは課金装備みてえなもんだ。もしかして壊れ性能だったりする？中華鍋は熱が伝わりやすく、高温でも劣化しないから炒め物の効率がとてもいいんだ。さらに、一生使える。インフレが激しいガチャさんキャラなのに一生使えるのはアドすぎ。はいここ、めんどくさがらずに野菜は全部出そうね。野菜の水分が肉に入って煮詰まると臭みが出ちゃうからな。はい。また油を敷いたら、2種類のひき肉を入れて炒めるぞ。2種類使うのはなんでですか？片方は粗挽きなんだけど、片方を粗挽きにすると、食感が出るんだよね。料理は五感で感じるものなんだぜ。あ、これ前回の動画でやったところだ。この動画復習を促す動画だったりする？料理酒を入れて炒め終わったら、さっき炒めた野菜をドカン。食材のリサイタル会場。混ぜ合わせたら、七味唐辛子を少々、焼肉のタレを少々。本当に家の冷蔵庫にあるものだった。わかんないよ。家庭によって冷蔵庫違うし。プロゲーマーはモネナかレッドブル入れればいいんじゃない？プロゲーマーの冷蔵庫にはエナドリしか入ってないって思ってる？ルーを入れるときは火を止めてくれよな。風味が逃げちゃうんだっけ？それもそうだし、ルーは焦げやすいんだ。あ、ちなみにこのルーはフレークタイプのものね。3種類以上あると味に深みが出ていいって店長さんが言ってた。店長さんが言うなら間違いないね。あと今までの豆知識発言は全部店長さんが言ってたことをそのまま話してた。この人ネットの情報を自分が発見したかのごとく話すタイプだ。ルー部分、完成。で、まだまだ工程があって。まだ変身を残してるの？やっぱりね、人間もカレーもおしゃれするものだと思うのよ。葉っぱとかつけちゃってさ。人間側原始人だったりする？アクセサリーにラッキョウとかもいいな。まあ使った後食べられるアクセサリーはありかもね。なしだよ。上に目玉焼き乗せるぜー。うわ、たまにあるやつだ。欲望の塊って感じだ。あったらでいいけど、カイワレをパラパラ。パセリもパラパラ。シーザーサラダのドレッシングをお好み焼きみたいなかけ方をしましたら、特製カレー、完成。うおー、見た感じはすげーうまそう。白と緑の面積が多いからフレッシュ感あるね。それじゃ、いただきまーす。と行きたいところなんだけど、私ちょっと用事あるから、霊夢食レポよろしく。ちょっと待ってマリサ。しょうがないか。私が激うまレビューをしてば押しのぐよ。いただきまーす。いや、カレーのレビューするのになんで最初にラッキョウから食ったんだよ。ミスりました。そんでさりげなく次葉っぱ単体で行かないでください。レビューの才能、ゼロ。うますぎるー。家庭でも作れるおなじみの味もありつつ、ルーが数種類入ってるから専門店の深みもちゃんと出てて最高。やればできるじゃねえかレビュー。というわけで、暑い日も続きますが、こんな暑い日こそカレーを作ってみてはいかがでしょうか。さすが5本カレー動画出してるチャンネル発汗作用とかガン無視。じゃ、この辺で動画終わるんだけど、マリサはどこ行ったのかな？ああ、マリサなら、教えてくれた店長の元でこの後1日働くんだって。料理人魂を磨いてきてほしい。